ローソンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、リエフーです。昨年7月からシンガポールに住んでいるんですが、毎日毎月もう真夏で、今日もとても暑いです。そんなリエフーの2年ぶりのバンドワンマンライブが決定しました。関西では4月10日金曜日、京都のタクタクで開催します。アトリエツアーと題したこのツアーは、絵を描くように音楽を作っているリエフーの個性を楽しんでいただけるように、過去10年から の懐かしい曲だったり、また最新アルバムからの曲だったり、本当にカラフルな楽曲を皆さんにリエフーのアトリエ空間の中で楽しんでいただけたらと、いろいろ企画しています。ぜひ皆さん遊びに来てください。リエフーでした。